理算サイド幾何学基礎論の第4回目になります。今日はですね、一般グラフの最大マッチングって話になりまして、前回までは、まあ、2回は、2部グラフの最大マッチングの話と、そのアルゴリズムのことを話題としてなんですけども、一般グラフの話を今日と次回行います。で、はじめに注意なんですけども、来週は祝日のため休みになります。はい。ですね。それは、忘れずにいてください。はい。それで、この講義が対象とする4つの問題っていうのがあるってことは、初めに言ってたんですけども、まあ、前回までは、この2部グラフの最大マッチング問題というのをやっていて、まあ、これについては前回話が終わったということになります。で、今日と次回対象とするのが、この一般グラフの最大マッチング問題という話になります。で、これをやっていきます。はい。でですね、まあ、一般グラフって何なのかっていうと、それは二部グラフであるとは限らないグラフだと思ってください。この呼び方はですね、一般的な用語ではなくって、マッチングを考えるときには、二部グラフであるかそうでないかっていうのが大きな違いとなるので、まあ、に、あの、マッチングを考えるときには、こういうふうに一般グラフという言い方をすることがあります。だから一般グラフっていうのは、まあ、何も制限がないグラフってことですね。で、ここでいう制限っていうのは二部グラフであるという制限がないということです。で、まずですね、前回までの話で、二部グラフの場合にはいろんな定理があったというのが、これ2回前の話であったんですけども、ホールの結婚定理とか、ケーニグ・オアの定理とか、ケーニグ・エゲルバーの定理っていうのがあったという話をしたんですけども、まあ、そういうのに対応する一般グラフに対する定理とか公式っていうのがあるのかどうかってことを今日は議論するんですけども、そもそもこの2部グラフでない一般グラフにおいては何が難しいのかってことをちょっと考えたいんですね。そうすると、まあ、例えばこの2部グラフにおいて成立していた定理が成り立たないとかいうことになると、まあ、その時点で難しいということがわかるわけです。で、そのうちの一つは何かっていうと、ケーニグ・エゲルバーグの定理っていうのが、二部グラフの場合にはありました。それは何だったかというと、まあ、一応言っておくと、二部グラフにおいては、ちょっと字が汚い。もう一回書きますね。二部グラフにおいては、二部グラフにおいて、最大マッチングの要素数と、最小頂点起伏の要素数が等しいっていう定理でした。最小頂点起伏っていうのは何だったか、頂点起伏っていうのは何だったかってことは、ちょっと今から説明しますけども。で、これがその正しい二部グラフに対する定理なんですけども、これは一般グラフについては成り立ちませんというのがまず言えます。今、ここにあるような頂点数3のグラフを考えると、最大マッチングの要素数1になります。どういうことかっていうと、まあ、1つ辺を選んで、まあ、これですね。1つ辺を選んであげると、もうこれ以上辺選べません。2つ辺を選ぶと必ず、その2つの辺の単点が共有されてしまいます。ので、最大マッチングの辺の数は1になります。で、一方で、最小頂点起伏っていうのは、どの辺の単点も選ばれているような頂点部分集合の中で、要素数が一番小さいものが最小頂点起伏なんですけども、必ず、頂点起伏を作ろうと思ったら、2つは頂点を選ぶ必要があります。なんでかっていうと、1つだけ頂点を選んだとすると、その、頂点の端点ではない辺っていうのは必ず一つ出てしまうからです。だから二つは選ぶ必要があって、で、まあ、この図が示しているのは二つで十分ですということですね。だから、最小頂点起伏に要素すると必ず2になって、この1と2という値は一致しないというわけです。つまり、二部グラフにおいては、先ほど言った、この K にエゲルバーの定理ですね。二部グラフにおいては、最大マッチングの要素数と最小頂点起伏の要素数一致するんだけども、それは、
一般グラフでは成り立たないというわけです。だから、そのままですね、この2部グラフに対する定義を一般グラフには持ってこれないんですけども、でも、この一般グラフに対する最大マッチング問題っていうのは、多項式時間で解けるんですね。効率よく解けるんですね。で、効率よく解けるということの裏には、その最大最小定理がありまして、それが何なのかということを今から説明していくということが今日の流れになります。で、まあ、最終的な目標を言うと、このベルジュ・タットの公式というのがありまして、まあ、それがその一般グラフに対する最大マッチングと何かの最小最大定理という形になっています。で、まあ、それを最終的に導きたいというのが今日の流れになります。で、そのためにはですね、まずこのグラフの規制文っていう言葉と、それが完全、それと完全マッチングがどのような関係を持っているのかということの説明をしていきたいと思います。はい。じゃあ今、ここにですね、一般グラフが、2グラフでないグラフがあるんですけども、このグラフは完全マッチングを持つでしょうか？このグラフには完全マッチングが存在するでしょうか？っていうちょっとクイズをやってみます。今、まあ、こう聞いてるからには、まあ、存在するか存在しないか、まあ、どちらかであるわけですけども、まあ、そう、聞かなくてもそうですね。完全マッチングがあるかないか、どちらかなんですけども、完全マッチングがあるんだったら、完全マッチングを一つ作って見せてあげれば、完全マッチングありますねってことはすぐわかるんですけども、じゃあこれ完全マッチングないとしたら、その完全マッチングがないってことをどのように説明すればいいでしょうか、ということを、まず、まあ、考えないといけないわけですね。どうでしょう。例えば、完全マッチングが存在するんだったら、頂点の数は必ず偶数である必要があります。だからもしこのグラフの頂点数は奇数だったら、その時点でもうこのグラフには完全マッチングがないということがわかります。ということは、まずは頂点の数を数えて、それが偶数か奇数かってことを調べてみたいと思いますよね。で、そうすると、まあ、この上の部分から見ると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27。おかしいですね。これ27ですね。これ奇数ですね。なんか偶数になるように作ったつもりだったんですけど。これ奇数ですかね。ちょっと待ってくださいね。1、2、3、4、5、6、7、7、3、21。1、2、3、4、5、6、6。これ奇数ですね。しまった。これは私が作り方間違えましたね。これ偶数になるように作ったつもりだったのに奇数になっちゃいましたね。これは困ったので、ちょっとこれグラフ変えますね。これはいけませんね。じゃあグラフ変えて、この真ん中にも頂点があって、これ真ん中に頂点つけると、まずいかな。まずいかな。まずくないはずなんで、ちょっとこれつけてみますね。でもこうすると、大丈夫かな。なんかだんだんなんか怪しくなってきたな。じゃあこのグラフ、は、頂点数、偶数なんですけども、これで完全マッチングを持つでしょうかと考えます。で、持たないってことを言いたいんだけども、ちょっと今、新しくグラフ作り直したんで、ちょっと自信がなくなってきて、やってみますけども、で、なんで、じゃあ完全マッチング持たないか。なんか、すぐに消えるから。今ですね、この部分考えてみます。この部分って、ね、今、黄色くなった部分ですね。この部分考えてみます。そうすると、ここには、頂点が1、2、3、4、5、6、7個あります。7個あります。7個あります。だから完全マッチングを持つと、このグラフは完全マッチングを持つと仮定しましょう。そうすると、このグラフ、このグラフにおける完全マッチングは、このな、7個の頂点のどの頂点にも接続していないといけませんから、そうすると、その、7個の頂点をすべてその、飽和させるように辺を選ぶとすると、必ずこのまたがっている辺を選ぶ必要があります。いいですか？だからこの辺はその完全マッチングに必ず使われるとかわかります。今、青くなりましたね。ちょっと、いちいちこの、新しく付け加えた頂点、これ隠しております。こうなります。ですね。この辺使う必要があります。いいでしょうか。で、同じことは、この下の方にも言えます。ここですね。なんか、一時書かなくちゃいけない。この下の方も、これ同じ形してますから、完全マッチングを持つとしたら、この間のこの結ぶ辺っていうのを、これ必ず使う必要があります。ですか？
で、そうすると問題が起きて何が問題かっていうと、この左側にこれ浮いてる頂点、浮いてる1個頂点があります。で、完全マッチングを持つとすると、この頂点を飽和するような辺が必要になりますけども、それはこの上に向かってる辺か、下に向かってる辺のどちらかなわけです。しかし、どちらも選べません。なんでかっていうと、その端点になってる頂点がすでに青い辺で飽和されてるからです。つまり、このグラフは完全マッチングを持ちません。という結論が得られます。いいですか？ここですね。ここの頂点を見ると、この二つの辺の、なんか一時、この、書いてますね。この二つの辺のどちらかを使う必要があるので、この、上の頂点か下の頂点どちらかは、二つのマッチングの辺に、接続することになって、それは許されないと。です。いいですか？で、これちょっと別の見方を、別の見方で、書くんですけども、どうするかっていうと、今ですね、この、二頂点、今、赤く書いてあるんですね、二頂点を、このグラフ全体から取り除くとします。取り除くっていうのは、この頂点とその頂点に接続する辺を取り除くと思ってください。で、そうすると、グラフが、分かれます。で、分かれてたときに、今、新しく付け加えた頂点も書いておかないといけないんで、これですね。ちょっと場所が悪い。取り除きます。そうか、これ、後で出てくる、レンマと、テーマに矛盾するからやっぱり間違ってたんだな。まあいいや。で、間違ってる、まあいいじゃなくて、何かっていうと、今、二つ頂点を取り除きました。で、取り除いたら、この四つの、連結成分ができます。連結成分って、つながっている塊ですね。で、その、中の、頂点数が、偶数か奇数かってことをカウントします。で、この青い色は、偶数であるってことを表したかったんですけども、今、グラフを変えてしまったために、この青い色も、これ奇数を表す色になってしまって、奇数と偶数の区別が今ついてませんけど、これが、つまりこれ全部黄色だと思ってください。この例は後で書き換える必要があるなと思うので、ちょっと、講義資料は後で更新しますけども、まあ、それ置いといて、この場合、その、頂点数が奇数の、この塊ですね。この塊のことを、これ成分って言いますけども、が、4つあります。で、取り除いた頂点の数は2個です。で、さっきの話は何を言ってるかっていうと、完全マッチングを作ろうと思ったら、この、こういうその頂点数が奇数の成分があったら、この奇数の成分から出ていく辺を一つは、その完全マッチングは使わなくちゃいけないということを言ってるんですね。だから、この辺使わないといけない。こういう話をしていたわけです。で、下のところからも、この辺使わなくちゃいけない。こんな感じで言ってました。で、他にもその奇数成分、頂点数は奇数の成分があるので、そこからも出ていく辺を一つ以上使わなくちゃいけないということが言えるわけです。で、これらがその完全マッチング辺であるとすると、その、端点っていうのは全部異なる必要があります。今、完全マッチングを持つと仮定すると、ここの今、出てきた、こういう辺を、この辺を使う必要がありまして、で、その出ていった辺の行く先である端点っていうのは、これマッチングの辺だから全部異なる必要があるわけです。そうすると、これもともとあった、取り除いた頂点の数っていうのが、4はないと、こういうことが起きえません。こういうことが起こり得ません。だけども、取り除いた頂点の数2だから、矛盾するわけです。矛盾するっていうのは、その、完全マッチングが存在することに矛盾するわけです。何を言ったかっていうと、取り除いた頂点の数と、取り除いた後の、奇数個頂点がある成分の数を比べて、取り除いた頂点の数の方が小さかったら、このグラフは完全マッチングを持ちませんというか言えます。いいですか？いいですか？
今言ったことを、もう少し、まず用語を整理して説明していきます。基成分といったら、連結成分の中で超転子が奇数であるもののことを指すとします。今、ここに5つグラフがあるように見えますけども、これで1つのグラフだと思ってください。で、このグラフは5つ成分、連結成分を持っていて、そのうち、この3つの成分が基成分です。基成分だから黄色にしたんですけど、で、基成分じゃないものを今青にしてます。だから先ほどの図はですね、本来偶数個頂点を持つ成分を青くしたかったんですけども、ここら辺にグーグーですね。ちょっと図が間違ってたので、図が間違ってたというか、まあ、間違ってなくて、なんだろうな。頂点数がもともと奇数だったから、あんまりいい例じゃなかったということなんだけども、まあいいや。それで、どうしようかな。直すか直さないか、ちょっと今悩んでますね。まあ、後で考えます。まあ、それ置いといて、奇数個頂点を持つ成分のことを奇成分と言います。で、今後、O を G と書いたら、それはグラフ G における奇成分の総数を表すとします。偶成分って言いますかと言われると、これ偶成分と言います。言いますけども、今後、あんまり重要な役割を果たしませんので、偶成分っていう言葉は使わないかもしれません。まあ、使うかもしれませんから、じゃあ言っとくと、連結成分で頂点数が偶数のものを偶成分と言います。で、戻りますと、OG ですね。これ、奇成分の総数を OG と書くことになります。この O という記法が一般的に使われるかと言われると、まあ、そうとも限らなくて、他の記号を使う場合もあるんですけども、まあ、この講義では O という記号を使っていくことにします。で、上の例ですね。上の例の場合には、基成分が3つありますから、OG は3になります。いいでしょうか。それで、さっき考えてたのは何かっていうと、頂点あで、まずじゃあ、基成分と完全マッチングどういうふうに関係したのかってことをまず説明すると、グラフが完全マッチングを持つんだったら、どの連結成分の頂点数も必ず偶数じゃなくちゃいけません。偶成分でなくちゃいけません。なんでかっていうと、完全マッチングがあるんだったら、その連結成分を見ても、完全マッチングの辺が、その連結成分の完全マッチングになっている必要があります。ですよね。だから、どの連結成分も偶成分になっている必要があって、つまり、基成分は一つも存在しないということが言えます。つまり、完全マッチングをグラフが持っているんだったら、基成分の数は0になります。あ、これ、1マスですね。つまり。よろしいでしょうか。つまり、頂点数は、偶数でなっちゃなくてはいけないということも、ここから導かれます。で、これは、まあ、完全マッチングを持つための必要条件ではあるんですけども、もっと、これは十分条件にはならなくて、もう少し強い条件を考えたくなります。で、その時に先ほどやったのは何かというと、部分集合を考えます。頂点の。今、このグラフには、完全マッチングがあります。今、それ仮定しますね。で、例えばその U として、部分集合として、この赤いところで囲われた、頂点集合を持ってくるとします。で、そうすると、この U をグラフから取り除いたグラフ、それ、G-U と書きますけども、その U という頂点部分集合を取り除いた後の基成分が黄色で書かれています。で、3つあります。で、偶成分。もう偶成分って定義しちゃったから使いますね。偶成分が1個あります。で、先ほど言った通り、基成分の中だけで、完全マッチングの辺を取れませんから、この基成分があったら、その基成分から出ていく辺のうちの一つは必ず完全マッチングが使ってる必要があります。ですか？で、そのようにして使われた辺の端点が全部異なってないと、これまたマッチングであるという条件に矛盾します。いいですか？これですね。その G-U の各基成分と U の頂点を結ぶ M の辺が必ず存在して、その M の辺の端点は必ず全部異なっている必要があります。そのため、この取り除いた頂点の数、U の要素数は、取り除いたグラフにおける基成分の数以上になってないといけません。いいですか？
つまり、完全マッチングを持つんだったら、どんな U に対しても、U の要素数は、G から U を取り除いたグラフの規制分の数以上になります。ということになります。よろしいでしょうか。ちなみに、この任意の U と言っているので、この U として、空集合を選ぶと、この G-U の規制分の数っていうのは、これ G の規制分の数になります。ですか？で、この時 U の要素数って、これ U が、空集合ですから0になります。つまり、この、つまり、このつまりのところに書かれている、条件は、この G の規制分の数が0以下になるという条件と等しくなります。で、もちろん規制分の数っていうのは0以上ですから、必ず自然数だから0以上になりますから、この0以下にあるという条件は、0と等しいという条件と同じ意味になります。つまり、前のページで、完全マッチングを持つんだったら、OG は0でなくちゃいけないって書いてたんだけども、それは今観察した、この新しい条件の、特殊なケースになっているということになります。いいでしょうか。で、今から証明するのは何かっていうと、実は、これの逆が成り立つということです。それが、タットの定理です。もう一度言いますね。今示したのは、G が完全マッチングを持つんだったら、どんな部分集合 U を取ってきても、そこから G から U を取り除いたグラフの規制分の数は U の要素数以下であるということです。この逆も正しいです。ということを今から証明していきます。で、それは、この条件ですね。これ今後、タット条件と呼んでいきますけども、この条件が成り立てば、その瞬間に考えているグラフは完全マッチングをしていることがわかります。わかります。で、これがタットの定理です。これは、その完全マッチングを持つということに対する必要十分条件を与えているので、二部グラフの時にもそういうのがあったんですよ。ホールの定理。ホールの結婚定理があったんですね。だから、それを、一般グラフ版にしたのがタットの定理であるというふうに言えます。でしょうか。で、これ今から証明していきます。で、タットというのは、人の名前で、20年ぐらい前に亡くなった。ウィリアム・タットですけども、この人は、グラフ理論のパイオニアと、の一人と呼べると思います。いろんな業績がありまして、このマッチングに関する業績もそのうちの一つになってます。では、じゃあ、タットの定理っていうのは何なのかってことをちょっと紹介します。チャット括弧ですね。向こうグラフありまして、そのグラフ G が完全マッチングを持つことと、任意のその頂点部分集合 U に対して、U の要素数が必ず G から U を取り除いたグラフの規制分の数以上になる。この二つは必要十分条件。この二つは同値であるというのがタットの定理です。この条件のこと、今後タット条件ということがあります。はい。で、左から右ですね。これは今すでに示したわけです。示しました。というつもりになってますので、あとは、逆向きですね。タット条件を出せば、完全マッチングを持ちますってことをやろうと思います。だから、まずタット条件を仮定します。任意の U に対して、OG-U が U の要素数以下であると仮定します。で、先ほど言った通り、U を空集合とすると、OG が、0以下だってことが言えますから、グラフそのものには奇数、頂点を持つ成分はありません。だから、グラフ全体を見たときには、なんかグラフがもしかしたらたくさんの連結成分を持っていて、で、そのどれもが偶成分であるという条件がタット条件から導けます。すべてがこれ、偶成分になっています。で、今やりたいのは、このグラフが完全マッチングを持つってことを証明したいんですね。で、そうすると、いくつか成分があるんですけども、この成分一つ一つが完全マッチングを持てば良いわけです。完全マッチングを持てば良いわけです。だから、この一つ一つの、この成分に着目して証明すれば十分だということになります。一つ一つの成分が完全マッチングを持てば、全体としても完全マッチングを持つということになります。
つまり、考えるべきなのは、この成分一個一個なので、元々のグラフが連結であると仮定して良いわけです。これも連結です。連結です。で、その頂点数は偶数です。だから偶数だと、2N としましょう。で、今からやるのは、この N に関する機能法です。N が小さい場合からやります。でそうすると、まあ、連結成分の頂点数は偶数なので、N が1の場合から始まるわけです。いいですか？でそうすると、あ、その前にあったな。だからそれを今からやっていくんですけども、その前に、この証明の中で使っていく補題を一つ紹介します。何かというと、これはタット条件とは全く関係がない、どんなグラフに対しても成り立つ補題です。で何かというと、頂点分子量 U があったら、V の頂点数と、この U を取り除いた後のグラフの奇成分の数と、奇成分の数から U を引いたもの、U の要素数を引いたものは、同じ偶気を持ちます。偶気っていうのは、モッド2で考えたらそれは等しいです。ということです。なぜか。ちょっとこれ図をつけてくれよかったんだけども、図つけなかったですね。証明。まず、V から U を引いたものの頂点数は、G-U の奇成分の数と、モッド2で等しくなります。モッド2で等しく、なんか日本語が良くないですね。パリティって言ってんですけど、パリティってわかりますか？パリティって。パリティ。パリティって、値が偶数か奇数かっていうことなんですけども、だからそのパリティが等しいってこと、パリティが等しいっていう日本語を使いたいんですけど、それで通じます？わかります？モッド2で等しいことをパリティが等しいっていうふうに言うんですけど、今後パリティが等しいっていう、じゃあ日本語を使ってきます。はい。パリティが等しいと言います。で、今言ったのは何かっていうと、V-U の、と、OG-U のパリティが等しい。で、ちょっとこれ説明するのに、ちょっとこれ図を書かなくちゃいけなくて、図を書くスペースを今から作りたいんだけども、これ作れるかな？これの作り方が、なんかあったはずで、これで、これ選択か、挿入すべきかな？何を挿入するんだろう？描画かな？描画で、ちょっとやってみますね。あ、できた。あ、ちょっとこれはちょっと、これ消したいな。どうやって消すんだろう。ここら辺に。もう一回。これでいいかな。よしよしよし。ですね。何かというと、ですね。グラフがあって、そこから U を取り除くんですけども、だからこれ U だとして、取り除いたら、なんかいくつかこう連結成分ができるわけです。連結成分できるわけです。で、そのうちのいくつかは、偶成分で、いくつかは、こう、奇成分なわけです。奇成分なんですね。で、この左辺っていうのは、今、ここに書かれている頂点の中で、U 以外の部分ですね。だから、この部分ですね。この部分の頂点数ですね。ちょっとこれ色変えて書こうかな。この青い部分のこの頂点数が、頂点数がこの V-U の要素数。U が書けないな。U がこうして U の頂点数になるわけです。じゃあ、この頂点数が、じゃあ偶数か奇数かっていうのはどこで決まるかっていうと、この偶成分がいくつあろうが、それはですね、この頂点数の、パリティには影響を及ぼしません。だからこの頂点数のパリティを決めるのは、奇成分が何個あるかだけなんです。でこの場合は奇成分が、この図の場合はこれ4つあるから、この頂点数は偶数になります。一方、この奇成分が奇数個だけあったら、この頂点数は奇数になります。つまり、U を取り除いた後のグラフの奇成分の数と、
この頂点数のパリティは一致することになります。それがここに書かれている等式です。いいでしょうか。で、これを認めれば、あとは、ちょっとした計算で何かというと、V の要素数っていうのは、U の要素数足す V マイナスの要素数です。これただ単に、U に入っている部分と入っていない部分に分けただけですね。で、上の式を使うと、この V マイナス U の要素数っていうのは、モッド2で、G マイナス U の規制分の数と等しいです。よろしいでしょうか。で、そうすると、ここまでで、式としては、式としては、V の要素数と、U の要素数プラス OG マイナス U が MOD2 で等しいってことが分かったわけです。で、一方で MOD2 では、この U の要素数っていうのは、マイナス U の要素数と等しいです。いいですね。だからそれを使って書き換えてあげると、この式書き換えてあげると欲しかった結論が得られます。よろしいでしょうか。ということで証明おしまいです。いいですか。で、この補題からは分かることがありまして、何かっていうと、もしグラフ全体の頂点数が偶数だったら、この左辺が、0になるわけです。0って、モッド2で0になります。から、この、OG-U と U の要素数は同じパリティを持つということがわかります。これですね。で、今考えているその、タットの定理の証明においては、G の頂点数が偶数だと仮定してますから、その中では、この OG-U と U の、要素数のパリティが等しいっていう条件を今後使っていきます。任意の U に対してこれ成り立ちます。いいでしょうか。で、これを使って、機能法を進めていくってことをやるんですけども、まず M が、1の場合っていうのは、先ほどの補題あんま関係なくって、考えるべきグラフっていうのが、この一通りしかありませんから、その U として、この V の部分集合を全部考えると、これ4通りあります。これは、U、一番左に書いてあるこれ U が空集合の場合を書いているつもりで、右下は U が V そのものの場合を考えています。で、この右上の図は U が左上の頂点だけからできている場合。で、左下は U が右の頂点だけでできている場合。この4通りだけあって、で、じゃあその時に U を取り除くと、規制分の数どうなるかっていうと、書いてみるとこうなると。空集合の場合は規制分ありません。1個連結成分があって、それは偶成分になっていると。1頂点取り除く場合には1頂点だけ残って、それが規成分になります。で、全部取り除く場合には、もうグラフなくなっちゃいます。から、規成分もないということになります。つまり、どんな場合でも、取り除いた頂点の数と規成分の数を考え、比べると、規成分の数の方が小さいか等しいってことになって、なります。何を言ってるんだろうな。これ、こんなことしなくてもよかったな。ちょっとこれは、すいません。今、自分で説明していて、自分の説明が混乱したことが分かったので、ちょっと変えますね。今、証明したかったのは、完全マッチングを持つということだったので、この4通り考えるということ、これ関係ないです。すいません。ただ、今言わなくちゃいけないのは何かっていうと、このグラフが完全マッチングを持つということです。すいません。全然証明がいけませんね。だから言い直すと、もう一度。N が1の場合には、考えるべきグラフはこの一通りで、このグラフは完全マッチングを持ちます。すいません。だからそのタット条件を満たそうが満たさないであろうが、完全マッチングを持つから、この完全マッチングを持つという結論は成り立ちます。で、これで証明がおしまいです。すいません。ちょっと混乱しました。よろしいでしょうか。すいません。混乱したことを言ったので、ちょっとこれは直しとく必要がありますね。ちょっとこれは間違ってるというか、混乱したので、よろしいでしょうか。だから N が1の場合は必ず完全マッチングをします。で、この後でその機能法を進めていきます。つまり、
焦点数が 2N 以下の場合に、カット条件を満たせば完全マッチングを持つと仮定します。で、その時に焦点数が 2N プラス2だったら成り立つということを証明します。つまり 2N プラス2個頂点を持つグラフにおいて、カット条件を満たすんだったら完全マッチングを持つということを証明してきます。で、この後で2つの場合に分けて考えるんですけども、ちょっとじゃあ2分休憩して、その後でこの場合分けに従って、その方をやっていきます。はい、じゃあ2分休憩します。はい、それでは、続きをやっていきます。で、やるのはですね、場合分けなんですけども、この場合分けはですね、ホールの結婚定理の証明を、覚えてる人は、その時の場合分けと似てます。で、どういう場合分けかっていうと、一つ目は、任意の U に対して、任意の U に対して、このカット条件ですね、カット条件が、イコールになる場合がないで、そういう場合です。ただ、U は予想数2以上にしています。で、予想数1だと必ずイコールになってしまうので、はい、だから予想数1の場合は考えないで、予想数2以上の場合の話にします。で、2番目はそうじゃない場合で、つまりそのある U に対して統合が成り立つ場合になります。だから、この場合分けは、ホールの結婚定理の証明の時と似てます。で、1番の方は簡単なので、まず1番の方からやっていきます。で、それですね。任意の U に対して、この不等号が真に成り立つ場合ですね。で、そういう時には、まず何が言えるかっていうと、その任意の U について、この OG-U と、U の要素数マイナス2の間に、この不等号の関係があります。なんでかっていうと、先ほどの古代が言っていたのは何だったかっていうと、古代は何だったかっていうと、あ、古代の K ですね。古代の K 何言ったかっていうと、OG-U と U のパリティは等しいってことを言ってました。だから、OG-U と U の要素数が、等しくないんだったら、その等しくない分の差っていうのは2以上ある必要があるわけです。だから、U の予想数マイナス2からってことが言えます。いいですか？で、まず、これを確認しておいて、確認しておいて何をやるかっていうと、変で結ばれた2頂点 AB を考えて、その AB をこのグラフから取り除きます。例えば、この例の場合には、例えば、
ここにですね、同じ色ですね、AB っていうその辺があって、その部分を取り除いて、右のようなグラフを作りますが、この場合は左側のグラフが G で、右側のグラフが G プライムになります。で、この取り除いたところがこれは A ですね。こんな感じになっています。で、この時に、何が言えるかっていうと、この G プライムはカット条件を満たします。で、カット条件を満たすので、この G プライムには完全マッチングが存在するということが機能法の過程から言えます。で、まずはこの G プライムがその、カット条件を満たすということを証明しましょう。それがこの下の観察です。何かというと、G プライムの頂点を取ってくる、つまりその V-A の分集合を取ってきて U プライムとしたときに、U プライムと、G プライムから U プライムを取り去ったときの既成分の数の間に不等号の関係があるということを言います。で、これは数を数えるだけでわかります。なぜかというと、これ、下の証明ですね。G プライムから U プライムを取り除く。だからね、これ図はあるかな？ありましたね。G プライムからこの赤い部分を取り除いて、既成分がどんだけできるかということを考えたいんだけども、G プライムっていうのはもともと、この U を取り除く前に、この左側の A も取り除いてるわけです。つまり、G プライムから U プライムを取り除く、これ今 U プライム、U プライムを取り除くっていうのは、この左側の G から U プライムと A を取り除くってことと、やってる操作は等しいわけです。ですか。だから、その時にできる既成分の数も変わりません。これはこの等式ですね。そうすると、G に対しては今、タット条件が成り立っているということが仮定してました。C、この上の補題から、補題の、から導けた、この G から任意の U を取り除くと、その U の要素数マイナス2以下になるってことを使うと、その U を U プライムと A の合併だと思うと、ここに書かれているような不等号が得られます。ですね、U プライムカップ A の要素数マイナス2になります。以下になります。ですか。でそうすると、何が言えるかというと、A の要素数は2でしたから、この U プライムと A の合併の要素数っていうのは、U プライムとの要素数プラス2になります。そうすると、プラス2とマイナス2が相殺して、U プライムだけ残ります。これが欲しかった右辺で、ちゃんと不等号の向きも一致しているとなります。よろしいでしょうか。つまり、この G プライムっていうグラフは、タット条件を満たしますから、完全マッチングを持つということが、機能法の過程からわかります。中学ですね。これですね。つまり、機能法の過程から G プライム完全マッチングを持つ。今から完全マッチング書いてみました。でそうすると、この完全マッチングを、この左側のグラフ G ですね。G に戻してあげると、こんな感じになって、それと、この取り除いた AB という辺を、一緒にすると、この G というグラフの、G というグラフの完全マッチングが得られて、確かに G には完全マッチングが存在するということが分かりました。いいですか？これ一つ目の場合です。いいでしょうか？で、二つ目の場合を今からやるんですけども、二つ目の場合が難しいです。難しいです。でも、今から紹介する証明はおそらくこのタットの定理に対するいくつかある証明の中で一番簡単なものなんですね。だから、それでもこんだけ難しくなってしまうってことについては、申し訳なく思うんですけども、だからそれ以上簡単な証明が見つかってないという意味でも、まだこのグラフ理論っていうのは未熟なんだなっていうふうに思うんですよね。それは置いといて、証明やっていきます。で、2番目の、場合ってのはどういう場合だったかっていうと、ある U に対しては、このタットの条件が等号で成り立つということでした。で、何をするかっていうと、つまりこの等号でこの条件を満たすような U が存在するので、そういう U を持ってくるってことをやります。こういうことをやったのは、そのホールの結婚定理の証明の時でもやったんですけども、一つ違いがあって何かっていうと、ここでやるのは、そういうその統合を満たす U の中で、要素数が最大のものを考えます。離散数学ではですね、こういうその要素数が最大のものを考えるとか、要素数が最小のものを考えるってことを、することによって、証明が考えやすくなるってことがあります。で、ここではそれをやります。
で、こういう論法に慣れてないと、ちょっとこの後の証明を読んでいくのは難しいかもしれませんけども、まあ、それを、まあ、慣れてない人は、まあ、頑張ってついてくる、ついていけるようにしてください。で、わかんなかったら質問をするようにしてください。要素数が最大って言ってるか何かっていうと、U よりも要素数が大きいものは、この等式を満たしません。だから、U プライムの要素数が U よりも大きいんだったら、その場合には、この統合は満たしません。で、実際は、タットの条件は満たしているので、小さくなるってことはありえなくって、これは O、G マイナス、U プライムが必ず U の要素数よりも大きくなるってことを意味しているということに注意してください。タット条件のですね。で、今、この下のようなグラフがあったときに、例えば、じゃあ U を取っていくとどんな感じになるかっていうと、まあ、こんな感じになります。U は3頂点からなっていて、この3頂点を取り除くと3つ、なんだ、規制分ができて、その規制分の数と U の頂点数と同じになります。ということですね。で、このような U がどういう性質を持っているのかっていうことをちょっと深く考えていきます。まず、このような U を取り除いた後のグラフの連結成分は必ずどれも規成分になります。偶成分できません。これ先ほどの例ではそうなってましたね。この U を取り除いたら、できた時に取り除いた後にできる成分は全部規成分になっているという性質があるんですけども、それを今から証明します。で、じゃあそうじゃなくって、あ、これ偶成分書いてありますね。偶成分があると仮定します。偶成分定義しなかったものに使ってますね。これは、もう一度、補足しておくと、頂点数が、頂点数が偶数の成分です。定義してない成分。定義してない用語を使ってしまってはいけなかったですね。だから先ほど質問いただいてよかったですけども、偶成分っていうのが、頂点数が偶数の成分です。今一度言っておきます。で、そういうものがあると仮定しましょう。今、この下の状況はそういう状況ですね。U を取り除いたら、下に3つ規成分があるんだけど、上に偶成分があります。まあ、こういう状況になっています。で、これを仮定して、最終的には矛盾を導くということをやります。で、どうなるか。そうすると、C を取り除いた後に偶成分ができますから、まあ、そのうちの1つを C とします。1つを C とします。で、これ、取り除いた後に規成分、偶成分ができて、もともとグラフ全体は連結ですから、この出来上がった偶成分と取り除いた U の間には必ず辺が存在します。1個は。で、その辺を1個持ってきて、それにつながっている頂点のことを V と呼びましょう。っていうのが、この初めの2つですね。こうします。今言ったのは、なんかちょっと U と C の間を結ぶ辺の C 側にある端点を V とします。そういうのを1個持ってきます。ですね。で、何をするかっていうと、この U に V を付け加えた集合を考えます。ちょっと色が、緑はちょっと今見にくいんで、ちょっと色を変えて。U に、この V を付け加えた、ちょっと、この頂点間違えた。U に V を付け加えた、この頂点集合を考えて、これを U' とします。U' かけるかな。あ、かけなかった。U' を作ります。で、U' をこのグラフから取り除くということを考えます。で、そうすると、なんでしょうね。この、今この U と V を付け加えた、これが、U' なんですけども、そうすると、まず何が言えるかっていうと、U' を取り除く、G から取り除くと、タット条件から、U' を取り除いた後の奇数、規成分の数っていうのは必ず U' の要素数以下になります。これはタット条件ですね。タット条件を満たしている仮定がありますから、そこから出てきます。一方で、何がわかるかっていうと、もともとこの V っていう頂点は、この、U を取り除いた後の偶成分に入っている頂点だったわけです。だから U と一緒に V を取り除くと何が起こるかっていうと、もともと偶成分だったところから1個頂点が減りますから、もともと偶成分だったところは規成分になります。で、他の成分は、要素数変わりませんから、
奇数であるか偶数であるかっていうパリティも変わりません。いいですか？そうすると何が言えるかっていうと、U' を取り除いた時の奇成分の数っていうのは、U を取り除いた時の奇成分に比べて、このですね、この V を取り除いた分だけ、この奇成分が増える可能性があるので、1以上増えます。奇成分の数というのが。ね、今、G-U の奇成分の数っていうのは、U と等しいっていうのはこれ仮定してました。そのようにこの U は選んでいたわけです。から、U プラス1に等しいっていう等式が得られます。U プラス1っていうのは U プライムを予想すると等しいというのは U プライムの、U プライムの作り方からわかります。いいですか？そうすると、今上の方では、この OG-U プライムっていうのが U プライムの予想数以下であると言っていて、下ではそれ以上だって言ってるんですよ。つまり、OG-U プライムと U プライムは等しいという等式が得られます。先ほど、ここまでいいですか？早いかな？いいですか？で、そうすると、先ほど、なんでここが不等式なのかと言われると、もしかしたら、この V を取り除くことによって、ここの、成分がもっと、1個以上できるかもしれないからです。だから今は、こういう、成分から1個、頂点を取り除いてるんですけど、もしかしたらこの成分っていうのは、なんかこんな感じになってるかもしれないですよね。これ、偶数だよ、だから、こんな感じになって、これだとダメだから、こんな感じになってるかもしれないわけです。で、そうすると、この頂点を取り除くと、奇成分が1個増えるだけじゃなくて、もっと増えます。だからそういうことはあり得るわけです。だけども、少なくとも1個は増えるので、ここは不等号になっています。いいでしょうか。だから、ま、この図は、もともと書いてあったら、ちょっと、なんだろうな。誤解を生みやすくて、その、イコール成り立つなっていう場合の図しか書いてないんだけども、これ、まあ、右側のような場合もあって、そうすると、この1個頂点を取り除くと、この場合は3個、奇成分が増えます。いいですか？だから、この不等号です。まあ、等号だったとしても、この結論は言えるんですけども、実際はこれ不等号になるということになります。はい。で、じゃあこれいいとすると、何が言えるかっていうと、OG-U' と U' の素数等しいという条件が出てきます。そうすると先ほど何言ったかっていうと、この U という頂点集合は、この、その等号を満たすような、集合の中で要素数が一番大きいものだっていうふうに取ってきたんだけども、実は U よりも要素数の大きい U' の等号を満たしてしまうということがわかるわけです。そうすると、その U を要素数最大のものとして選んだことに矛盾します。だから G-U の連結成分は全て奇成分になるという結論が得られます。よろしいですか？よろしいですか？はい。で、この観察1っていうのを今後使ってきますけども、次にあるのは、その観察を使って、次には二部グラフを作ります。どういう二部グラフかというと、ちょっと色を戻すんですけども、どういう二部グラフかというと、なんか今この U という頂点集合があって、まあ、この例では、その U の頂点が U1、U2、U3 という名前がついてるとします。で、それを片側に持ってきます。これ U です。U です。で、もう片側は、各、奇成分ですね。U を取り除いた後の奇成分を頂点とする。で、そのようにして、もう片方の頂点集合を作っています。で、どこに辺があるかっていうと、例えば、今、C2 っていう、C2 という、奇成分を見ると、C2 は、C2 から U1 と U2 には辺が出てるけども、U3 には出てません。ので、その2部グラフにおいては C2 から U1 と U2 には辺を出す。けども U3 には出さない。という形で2部グラフを作ります。
いいですか。で、このように2部グラフを作ると、観察2なんですけども、この2部グラフ、今これ、この2部グラフ、これ今 H と呼んでますが、この H は完全マッチングを持ちます。実際この図だと、まあ、例えば C1U1、C2U2、C3U3 と、まあ、こんな感じで完全マッチングを持ちますけども、これどんな場合でもこれ完全マッチングを持つということが証明できます。ので、それを今からやっていきます。で、2部グラフが完全マッチングを持つための条件は、ホールの結婚定理。があって、それを思い出すと、どういう条件かか、その結婚条件を満たせば、完全マッチングを持つ。まあ、この場合、要素、片側の要素数ともう片側の要素数、これ等しいですから、等しいようにこれ U 取ってきてますから、ホールの結婚定理の結婚条件を満たせば完全マッチングを持つということがわかります。だから、結婚条件をこの H というグラフが満たすってことを今から確認します。それを今からやっていきます。で、結婚条件はもちろん忘れているので、今から復習するんですけども、復習すると言っておきながら、ここに書いてないのに書きますね。で、何かというと、2部グラフ G、A、B、E を考えたときに、これ2部グラフですね。に対して、ここに書かない方がよかったかな。まあいいや、書かない。結婚条件。とは何だったかというと、任意の、A の部分集合に対して、S の要素数と S の近傍の要素数を比べたら、近傍の方が要素数大きいですよと。まあ、等しくてもいいんですけども。っていうのは、これが結婚条件でした。はい。NGS ですね。で、この条件を、この H というグラフが満たすということを今から確認していきます。そのためには、A で入ったのが上の方ですね。上の、部分集合を取ります。取ります。任意に取ってきます。まあ、例えばこんな感じで取ります。で、そうすると、このグラフにおける S の近傍っていうのは、まあ、NHS と書くわけですけども、これは、この元のグラフで言うと、この U1、U2 で、ここの部分になってるわけですね。ですね。で、そうすると、何考えるかっていうと、今、この元のグラフにおいて、この青い部分ですね。青い部分を取り除くとどうなるかっていうと、この C2 っていう部分が必ず規制分として出てきます。いいですか？で、まあ、それ以外にも規制分があるかもしれないんですけども、ここに書いてあるように、S の各規制分は、S の各規制分っていう言い方がいけないので、ちょっとここは書き方がいけなくて、S の、あ、先生、いいです。これ合ってる、合ってる。ちょっと待ってね。今、説明したかったことと、説明すべきことと、今言ったことは、また、齟齬があるので、ちょっと、言い直すんですけども、今、この例では S っていうのは、一つの頂点しか取ってきてませんけども、もしかしたら S っていうのは、複数の頂点、だから、複数の規制分を取ってきているかもしれないんで、知れないんですけども、そのうちのどれも、この G-NHS の規制分になります。それは何でかっていうと、S、の、近傍を取り除くと、それによって S の頂点が、左のグラフにおいて規制分として現れるからです。それが書かれたのはここの方ですね。ですね。この例の場合は、S の近傍に書いている U1、U2 を取り除くと、この C2 は規制分として必ず現れます。し、まあ、他にも規制分現れるかもしれない。この場合、ここですね。ここにもう一個規制分があるんですけども、だから、この不等号が成り立ちますということになります。ですか？
で、またと書いてあるのは、これはタット条件を元々のグラフが満たすってことを言ってます。だから、G から NHS を除くと、その規制分の数というのは NHS の要素数以下になります。これはタット条件を書いただけです。そうすると、この2つの不等号を組み合わせると、S の要素数は NHS の要素数以下であるということが言えて、先ほどの結婚条件を満たすということがわかります。だから完全マッチングを持ちますという結論になります。よろしいですか？よろしいですか？これで、今、二つ観察があったんですけども、この観察を組み合わせて、この二番目の場合における、完全マッチングを作っていきます。で、今、この、結婚定理から、この二部グラフには完全マッチングがあることが分かったので、その完全マッチングを、まあ、一つ選んでいきます。C1 から U1、C2 から U2、C3 から U3。っていうものがあります。で、そうすると、この完全マッチングをそのまんま元のグラフの辺の選び方に移せます。何かというと、C1 と U1 の間に今辺があるので、その C1 から U1、C1 と U1 を結ぶ辺を1個選んできて、それを今作ろうと思っている完全マッチングの辺に選びます。C2 と U2 を今、この完全マッチングで取ってきているので、C2 の頂点と U2 を結ぶ辺を1個選んできて取ってきます。あ、今この図では、その C2 の辺と U2 を結ぶ辺が1個しかないので、それを、1個、それを選んできてますけども、そういうものは複数ある可能性もあります。で、複数ある場合には、その中のどれを選んでも構いません。で、C3 と U3 の間を選ぶ、結ぶ辺も1個選んでいきます。で、そうすると、この今、完全マッチングの辺のうちの一部が、これで、決まることになります。で、この例の場合には、あとは、この C1 の中で辺を選んで、C2 の中で辺を選んで、C3 の中で辺を選ぶことによって、このグラフ全体の完全マッチングが作れます。で、この作り方が一般的にできるってことを今から言ってきます。何かというと、C1 から一つ頂点を、どの頂点を取り除いても、残った部分で必ず完全マッチングが作れるってことを今から証明していきます。わかればいいですか？それをやります。あ、書いてあった。しまった。じゃあそれをどうやってやるかというと、これですね。G-U の規制分 C があって、C の任意の頂点 V を選んできたら、その V を C から、あ、C から V を取り除いたグラフにおいて、必ず完全マッチングが存在するということを言います。だから気分としてはこれですね。グラフ全体があって、そこから U を取り除いたら、1個規制分ができます。で、規制分から V を取り除いたところには必ず完全マッチングがあるということを言ってきます。で、そのためには、この C-V っていう、C-V っていうグラフがタット条件を満たすことを言えばいいです。で、そうすると、機能法の仮定から、この C-V には完全マッチングがあるということが言えます。流れはいいですか？で、やるのは何かっていうと、配理法を使います。つまり、C-V の頂点部分集合 U' を取ってきて、U' に対して、条件の不等式が成り立たないということを仮定します。それがここです。配理法のため、を C-V-U' が U' の要素数よりも大きいと仮定します。で、これで最終的に矛盾を導こうと思います。はい。で、まず何が言えるかっていうと、補題より、補題は何だったかというと、O, C, マイナス V, マイナス U プライムの、という数と U プライムの、パリティが等しいってやつですね。これを使います。そうすると、パリティ等しいので、差があるとすると、その差は必ず2以上になります。それはここに書いてあります。いいですか？したがって、何をするかというと、グラフ全体、G から U' と V と U を取り除いた時の規制分の数はどうなるかということを考えます。
そうすると、何かっていうと、まず UPI も取り除きますから、そこで C 以外の非成分がいくつかあります。その数っていうのが、この O を G-U-1 です。これは、だから U を取り除いた時の C 以外の非成分の数です。それに加えて C から U' と V を取り除きますから、それは、C から V と U' を取り除いた時の非成分の数になります。いいですか？だからこれは統合で、その等式が得られます。上の不等式から、初めの部分は U の要素数、U プライムの要素数プラス2以上になります。一方で、仮定から OG マイナス U っていうのは U の要素数と等しいです。等しいです。だからこの不等式が得られます。書こうかな。これは U の要素数に等しい。で、これ整理すると、U の要素数プラス1プラス U の要素数になります。で、この1プラスしてるのを、V の要素数だと思って書き換えました。こうなります。そうすると、何かというと、G から U プライムと V と U を取り除いたときの非成分の数っていうのは、U プライムと V と U の要素数に、要素数以上になるということが言えるわけです。で、これは何かに矛盾するってことを今から言ってきたんだけど、何に矛盾するでしょうと。まず、グラフ全体はタット条件を満たしますから、この G から何かを取り除いたら、その時の非成分の数っていうのは、その取り除いた頂点数以下になります。先ほど示したのは、この逆向きの不等式でした。さっき示した。ので、つまり、これ統合が成り立つわけです。この非成分の数と、この集合の要素が等しくなるということが言えます。しかし、この2つの要領が等しい集合の中で一番大きいものが U でした。ということは、この U' と V と U を付け加えた、頂点部分集合っていうのは U よりも大きいので U の最大性に矛盾するということになって、タット条件を満たさなかったっていう過程が成り立たないことになって、つまりタット条件を満たすので完全マッチングを持つということになります。いいでしょうか。つまり、さっき言った通り、このグラフがあったら、この U と各 C を結ぶ辺を1個ずつ選んできて、完全マッチングの辺の一部を作ります。で、残った C の部分では、今の観察さんから必ず完全マッチングを作れるというのが分かるわけです。これによって、グラフ全体の完全マッチングが存在するということが分かりました。ってことで、証明が終わります。よろしいでしょうか。これでタットの定理の証明ができました。ということなんですけども、難しいですね。難しいですね、じゃダメなんですけども、どうでしょうか。なんか質問とかありますか。全体的に追えないと思うんですけども、なんか質問来てますね。すいません。なんか全然、流れなかったのか、流れたのをちょっと無視してたのか、ちょっとわかりません。すいません。ちょっと今、いいかな？大丈夫ですね。質問は特にない。いいですか？流れてないですね。いいですね。難しい部分もあると思うんですけども、一回ちょっとこう、追ってみてもよくわかんなかったっていう部分があると思うので、もう一度自分で見直してみるっていうのは重要かもしれませんから、実際、もう一度見直してみてください。これはタットの定理です。で、タットの定理なんで紹介したかというと、このベルジュタットの公式っていうのを導きたかったからになります。で、これ何かというと、で、ちょっと、あと20分でちょっとできる気がしないので、もし、できなかったら次回に持ち越しますので、あんまり急がないようにしようと思います。2部グラフの場合に、K ニグオアの公式っていうのがありました。で、それに対応するのが、このベルジュタットの公式だと思ってもらっていいんですけども、この K ニグオアの公式っていうのはどういうものだったかっていうと、その、ホールの結婚定理にある、その結婚条件を満たさない度合いっていうのをその不足度として定義して、その不足度から、最大マッチングの要素数がわかるっていう、そういう仕組みが、この K ニグオアの公式にはありました。
それで、それと同じことを、このベルチャットの公式でやります。つまり、先ほどタットの、タット条件っていうのがあって、タット条件も書いてますけども、これですね。これがその成り立たない度合いっていうのを考えて、それを式にしたものが、ベルチャットの公式。これ書いてあるものです。で、まずちょっとこれを読みます。何かというと、最大マッチングの要素数は何に等しいかというと、ここの中に書いてある最小値に等しいですと。で、何の最小値かっていうと、この、U という部分集合を V から選びます。選びます。で、その時に、何をするかっていうと、ここになんか、頂点数から何か引いてるって、そういう感じになっています。で、引いてるのはこれ何かっていうと、ここちょっと書き直すと、マイナス、カッコつけて、O を G マイナス U、マイナス U ですね。こうですね。こういう式になっています。で、そうすると、このカッコの中身っていうのは、この上のタット条件の、この左辺の部分になっているわけです。で、タット条件満たされる場合には、これ必ず0以下になります。0以下になります。だからタット条件を満たさない場合には、この、式が正になる場合があるってことを言ってるわけです。だからその正になる場合には、その値を引いてあげましょうってことになります。で、その正になる、その、このタット条件を満たさない、その度合いが一番大きいところを持ってきて引いてあげると、この全体の値は、小さくなりますということになります。で、気をつけたいのはもう一個あって、ここに2分の1っていうのがあります。例えば、完全マッチングを持つ場合、グラフが完全マッチングを持つ場合には、最大マッチング、もう一度言いますね。グラフが完全マッチングを持つ場合は、完全マッチングが最大マッチングになります。だから、その時には、だから、タット条件を満たす場合には、最大マッチングの要素数っていうのは、最大マッチングの要素数っていうのは、2分の1かける V の要素数になるわけです。だから、そこからどれだけ離れるのかってことをこの式で書いてるというふうに思ってください。いいですか？だから、このなんか2分の1っていうのが、なんか、人工的に思えるんですけども、まあ、それは、まあ、ここから出てきてると思ってもらってもいいです。まあ、他の解釈もあり得るかもしれませんけども、まあ、そういうふうに思ってもらっているわけですね。うん。で、残りの時間で願わくばやりたいのは、このベルチタットの公式の証明なんですけども、これはまず、相対性というものから来ているんだってことを理解してもらいたいので、いわゆる弱相対性をまずやります。何かというと、任意のマッチングと任意の頂点部分集合に対して、この不等式が成り立ちます。先ほどの最大最小っていう記号を外したものです。で、2分の1を両方一点にかけて、2m かける、2m が何か以下であるって、こういう形に書き換えています。まあ、この方が扱いやすいので、こういうふうにしてみます。で、これは、ベルジュタットの公式に付随する弱相対性になります。ですか。どんなマッチングと、どんな頂点部分集合 U に対してもこれに成り立ちます。で、なぜか。で、この証明はやらないでください。この証明は今からやります。これはその m と、この頂点部分集合を持ってきて、これ比べるってことをするとします。今、この下の図では、この赤い頂点の集合が U です。で、青い辺が M だと思ってください。で、この時に、まず、この M が飽和する頂点全体の集合を考えます。これ A とします。今から色つけますけども、こんな感じですね。この今、黄色くなった、オレンジになった頂点の集合、これが A です。これが A です。で、そうすると、何がわかるかっていうと、A の要素数っていうのは、この M の辺の数の2倍です。その、M の辺1個に対して、2つ、その、辺が飽和する頂点がありますから、飽和するってのはその M の辺に接続している頂点ですね。だから、この等式になりたします。いいですか？で、だから、この、左辺の 2×M の予想数っていうのは、まあ、取りも直さず、この A の予想数であるっていうふうに、まず見てほしいわけです。で、この A の予想数と、この右辺を関連付けます。で、そのために、この G-U の奇成分と偶成分がどこであるかってことを見ます。で、奇成分の数を K。で、まあ、奇成分のことを O1 から OK と書いて、偶成分の数を L として、偶成分そのものを E1 から EL と書くことにします。
が、この下の例の場合では、K が3で L、間違えました。K が2ですね。K が2で L が3の場合を書いていると思ってください。ここまでいいですか？で、あとは数を数えます。数を数えます。さっき言った通り、この A の予想数っていうのが 2×M の予想数と等しいわけですね。で、A っていうのは U の中にいくつか頂点を持ってたり、この奇数分の中に頂点をいくつか持ってたり、偶数分の中に頂点をいくつか持ってるっていう感じになってるので、そのように分けます。分けたのがこの等式です。いいですか？A という頂点集合の中で U の部分に入っているものの頂点数、奇数分に入っているものの頂点数、偶数分に入っているものの頂点数というふうに分けました。いいですか？分けました。で、ここからがちょっとトリッキーで、まず順番に見ていくんですけども、一番後ろの部分ですね。一番後ろの部分見ると、これ項ごとに見ると、E、J と A の共通部分っていうのと EJ の共通部分を見ていて、それは項ごとに見ると EJ の予想数が EJ と A の共通部分の予想数以上なので、この不等号が得られます。ですか？で、二つ目の部分、一番初めの部分ですね。U と A の共通部分と U の共通部分、ここも同じように、代償関係がありますから、不等号が得られます。で、三つ目の部分がややこしくって、何かというと、ちょっと待ってくださいね。これは、これは、間違いだかもしれないんで、やめて、まずこの、ここ見ますね。奇数分の部分見ますね。で、奇数分の部分見ると何かっていうと、各奇数分 OI と A の共通部分がどんな感じになっているか見ると、だからこの黄色い部分ですね。どうなっているかって見ると、この右上の奇数分のように全ての頂点が、飽和されている場合もあるし、この左側とか右下のように、1個以上の頂点が飽和されていない場合があります。で、これちょっと分けて考えるんですけども、で、そうすると、全ての頂点が飽和されている場合を見てみると、そのうちの一つ以上の頂点は必ず、その U と結ばれる辺を使って、そのオレンジ色になっている A に選ばれていることになるわけです。いいですか？だから、奇数分を見ると、その中にある A の頂点数っていうのは、その奇数分の頂点数引く1以下であるか、そうじゃなくて全部使われてるんだったら、全部使われてる部分は、そのうちの1個っていうのが、その、必ず U の、頂点と結ばれてることになります。だからそういうのを全部集めてくると、そういう頂点の数っていうのは、U の頂点数以下になります。だから、この奇数分に含まれている部分の頂点数っていうのは、必ずここに書かれている式、以下になるということが、わかります。いいですか？ちょっと小説説明の仕方が悪かったかもしれない。もう一回言うと、一つ以上の頂点が、A の頂点として選ばれてないところから、この OI-1 が出てくるんだけども、全部選ばれていたら、そのうちの1個は必ず U の頂点と結ばれてますから、で、そのような U の頂点全部違いますから、U の頂点の数を持ってくると、不等を得られるという形になります。いいですか？すいません。で、一番初めのところは先ほど言った通り、同じように不等号を得られるということになります。ということで、この不等式が得られるということになります。いいでしょうか？これが分かれば大体おしまいになります。で、あとは等式で見ていきます。試験形していきます。ですか？
どういう、次の変形が何かっていうと、このマイナス1をどういうふうに処理するかっていうと、マイナス1が今 k 個あるから、マイナス k になりますということだけですね。あとは順番を入れ替えてます。いいでしょうか。ですか。で、そうすると、この初めにあるこの和の部分なんですね。ここまでっていうのは、これは、全体の頂点数と等しいです。ですか。これはここに書かれているグラフの頂点数です。K は何だったかっていうと、これは、奇数分の数です。G-U の奇数分の数ですね。だからこれは、O マイナス、あ、O を G-U と等しいです。ですか。で、U。ありますね。そうすると、これで欲しかった式の右辺が出てくるということになりまして、証明が終わるということになります。いいでしょうか。ここは難しいですね、ここが。まあ、難しいというか、今、説明が悪かったと思うんですけど、いいでしょうか。わかんないかな。どうでしょう。で、これは弱相対性なので、これを使って最適性の証明ができるっていう仕組みがあるんだってことを、2部グラフの時でもやったので、この一般グラフの時にもその仕組みがあるんだってことを今から言います。どういうことかっていうと、あ、ここは、証明になっちゃったので、証明は、じゃあ、証明は次回やります。このベルジュダットの公式、等式が成り立ちましたっていうことの証明は次回やりますので、ちょっと飛ばして。相対性、弱相対性を証明したので、その弱相対性を使ってどのように、マッチングの最大性が証明できるのかってことの話をまずします。今ですね、このようなグラフがあって、じゃあこのグラフの最大マッチングの要素は何でしょうってことを考えたいときに、今ここに示しているように、1、2、3、4、5、6、6個の辺を選んでマッチングを作れます。で、このことから最大マッチングの辺の数っていうのは6以上だということがわかります。もしかしたら、辺の数が7とか8のマッチングがあるかもしれないですね。だけども、要素数6のマッチング今ありますから、6以上だってことは今もう保証されてるわけです。今から証明したいのは本当にこれがイコール6なんだってことを証明したい。その時に先ほどの弱相対性が使えます。何かっていうと、今、ここにある、2つの頂点の集合、これを今 U とすることにします。U とします。U とします。で、そうすると、先ほどの式何だったかっていうと、M の要素数は、2分の1かける V の要素数マイナス O G マイナス U プラス U ですね。こういう式でした。こういう式でした。で、じゃあこの式に当てはめると、 V はこれ今14です。V の要素数14です。これ、グラフの要素数、頂点数14です。で、G-U。U を取り除いた後の奇数、頂点数の成分、奇成分の数っていうのは1、2、3、4と4つあります。ただ、マイナス4。U の予想数2。で、これ計算してあげると、これ6になります。つまり、最大マッチの辺の数は6以下だってことが、先ほどの弱相対性からわかります。1個前のページで、この最大マッチの辺の数が6以上だというふうに言ったから、この不等式と一緒にして、最大マッチの辺の数っていうのが6になるってことが分かります。ね。ですね。ということで、この弱相対性を使うことで、マッチングの最大性が証明できるっていう仕組みがあるってことをまた確認してください。次回やるのは何かっていうと、この不等式ですね。この不等式を等号で満たすような M と U が必ず存在するってことを言います。つまり、この原理は必ず使えるってことをやります。その時に今日やったタットの定理を使います。で、そういう仕組みになっています。よろしいでしょうか。じゃあ次回この続きというか、そのタットベルジュ、あ、ベルジュタットの公式の証明をやるってところから、再開して、それを使って、
最大マッチングを見つけるアルゴリズムをどのように作れるのかっていう話に進んでいきます。